はい、どうも、皆さんおはようございます。ワドツです。今日は2018年の12月の11日、朝の7時12分です。おはようございます。映画を作ってるワド監督と申します。狐枠で、匿名でコメント書き込めるんで、はい、好きに書いてください。おはようございます。おはようございます。なんで狐になると急にコメントが来るようになるのか、本当謎なんだよね。いや、まあちょっと大事な話しようかなと思って、今日の12時、14時か。まあできればね、多くの人に見てもらいたいんでね、見に来ていただけると嬉しいですね。解放分かりやすい。まあね、またなんかあったの？解放どうした？ああ、おはにゃございますかね。いや、でも、まあまあ、すぐわかるよね、解放はね。すぐわかるよね。今日もう11日か。もう本当にあれだな。時間が経つのが早いな。それとは別件。それとは別件。別件、別件。完璧な別件。知り合いが来るって言ったのは、なんか配信始めたいって言ってて。で、その人配信やったことないんだけど、で、なんか自分でやってみようと思うけど、ネットのことが全然わかんないんだって。だからまあ、配信やってるところ見せてって言われたから、まあいいっすよっつって。で、まあここに来るだけ。それとはまた別。完全に。解放はまあメンヘラだろうね。でも俺思うけど、女の人ってほとんどメンヘラじゃない？まあそうじゃないと思うけど、なんか女の人ってメンヘラ属性だと思うよ。ていうか、メンヘラっていうか、メンタルが繊細なだけでしょ。重大発表、いやいや、その前に重大発表する感じかな。その前に重大発表する。それはそれでまた別で。なんかまあ配信の、何、OBS とかさ、使い方とか、レクチャーっていうか、まあほら、配信機材詳しいから、こうやってやるんすよ、みたいな。そういうのを、伝える感じだね。ね。なんかこうやりたいことがあって、お金を作りたいんだって。で、少しでもこうチャンスが広がるなら、夢があるから、なんかね、お金が稼げるんだったらつって、ふわっちやってみたいっていう、そういうノリ。ひょんなことから。まあまあ、来た時に紹介します。まあまあ、できればね、来てもらいたいよね、今日の放送は。その方も配信、なんか配信出るっていうよりも配信をやりたいんだって。ただもう全く分かんないのよ。スマホもの、なんつうの、ゲームとかも全然やらないような人だから、配信をやりたいけど、そのどういう仕組みなのかっていうのが分からないから、やるところを見たいっていう。和道でお手本になるのか。6号さんさ、俺言っても和道だよ。言っても和道だよ。配信やってて俺の名前知らない人いねえだろ。さすがにそれは甘く見すぎだろ。そこら辺のやつより配信うまいぞ、俺。和道でお手本に、金梅さんとかよっさんとかと比べられたらたまったもんじゃないけど、6年やってて、さすがにその辺のやつよりうまいだろう。東南アジアに学校を建てたいので配信で金稼ぎたい。やればいいじゃん。やればいいじゃん。そうそう、重大発表をちょっと14時ぐらいにしようかなと思って。レクチャーっていうわけじゃないけど、まあ、普通にだってボタンを押すだけじゃん。ただ、そのどういう機材買った方がいいとか分かんないから、全くの素人だから。そうだから、
それはやろうと思ってるね。おはよう、11号さん。そう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 。だから配信に興味があるっていう、ひょんなね、ことから。だから今日も忙しいんだよ。やり方を教えるのはワドさんうまいけど、ワドと同じようにしたら人気出ないだけってことやろ。まあまあ、人気出ないっていう言い方もおかしくね。俺、朝この時間に180人集めてんだよ。こんなだらけた放送で。っていうかさ、マジでね、そういうこと言う人、じゃあお前集められんの？ 13 号さん。いや、13号さんが野田総理とか石川紀之とかのサブアカで見てくれてて、いや、俺1000人集められるよって言うんだったらわかるよ。だけど、リスナーでしょ？どかそでしょ？なんかね、これを言う、こういうこと言うやつほど人集めらんないんだよ。俺、紀之さんが本垢で言うんだったらわかるよ。いや、俺の方が集めてるし、お前人気ねえだろうって、はいって。金梅さんに言われたら、はいって言うけど、金梅さんとか紀之さんとかみどりさんとかそういうこと言わないからさ。収入につなげられてないじゃんって。俺、これ2年半食ってんだよ、これで飯を。iPhone から配信。iPhone でも、まあ、パソコンでもいいけど、その人がどういう配信やりたいかだよね。その人がどういう配信をやりたいか。和道さんの放送をお手本に勉強してきて心折れそうです。あ、そうですか。はい、おはようございます。面白くないのに見に来てるとか、もうド M だろ、本当に。なんで面白くないもん毎回見に来んだよ、お前。アホだろ。わかるよ、わかるよ。中学生の頃、情熱大陸面白くなかったもんな。わかるわかる。大人になったら俺の良さわかるから。大人になったら、あ、かっこいいなって思うんだ。おいっすー。お疲れっすー。まだ早い。水増しなんかしてないよ、俺。全然。水増しとか恥ずかしくてできないもん。やらない、やらない。ブレイクしねえな。このまま低空飛行じゃねえの？中堅どころキープじゃないの？中堅生主。コメントがないから。コメントないとやりづらいもん、やっぱ。コメントあった方が喋りやすいじゃん。おはよう。展開がしやすいから、トークの。和道の良さが分かる前に老いて死んじゃう。マジかよ。発表のヒント？いやいや、ないよ。だからさっき話した通りで、いや、まあ、ここ半年ぐらいずっと悩んでたわけじゃん。で、まあ、今までやってきたことと、まあ、これからやろうとしてることと、悩んできたことと、決めたことを話すっていう感じだよ。そう。いや、コメントないのはね、結構やってみたらわかるよ。別に、かそっててコメントないならわかるの。閲覧が10しかなくて、5人しか書かないならわかるけど、180人が見ててコメント3人しか書かないとか成立してないからね。さすがに、なんだろう。それはね、ちょっと厳しいよ、やっぱ。だったらコメント走る方を引退するよ。コメントを走る方を優先するでしょ。200人監視なんだ。なんか監視の意味が分かんないんだよね。ただ見てるだけでしょ。はい、和骨。コメント書いた方が、俺、だからロム線ってやったことないから、気持ちが分かんねえんだよな。コメント書いた方が面白くない？普通に。てか、コメント書かないでずっと見てるとかって放送の意味がねえからな。あんまり気持ちが分かんないんだ。俺、絶対見るとき書いちゃうから。おはようって。映画の予算いくらたまった？パソコン代が10万ちょいと、カメラが28万だから40万ぐらいかな。
BGM 代わりなんじゃ、うん、BGM 代わりなんじゃない、代わりなんじゃないかな、そうだろうね、うん、え、パソコン買ってもらってないよ、買ってもらってないよ、パソコン買ってもらってないよ、うっそー、うそー、恋人はサンタクロース、本当はサンタクロース。ありがとう。マジかよ。マジかよ。ありがとうございます。ロムセンさん、ありがとう。そのパフォーマンス滑ってる。いいよ、滑ってても。全然いいよ。うわ、マジかよ。サンタクロースっすか？あざまーす。お金持ち。午後予定もある？いや、まあまあ、いいじゃん。俺もちょっと忙しいからさ。なんだっけ？恋人はサンタクロース。本当はサンタクロース。わかんない。元気になるでしょう。サンタクロース来たんだよ。サンタクロースが来たんだよ。めっちゃテンション上がるぞ。サンタクロースだよ。サンタさん来たんだよ。たまにこれがあるからさ、こじきがやめらんねえんだよ。餌が来るんだよ。餌付けをされていい思いしちゃうんだよ。だって俺10分しか何もやってないのに、もうこんなにお金いただいちゃったんだよ。六本木のキャバ嬢みたいな稼ぎ方してんだよ。やばくない？めちゃめちゃ嬉しいんだけど。今俺は六本木のキャバクラクラスだよ。六本木のキャバクラ、ねえ。焼肉、なんか最近焼肉より焼き魚とかさ、たくあんとか、これもうほんとね、俺小学生の頃唐揚げさえあればなんとかなると思ってたの。唐揚げとカレーライスさえあればね、もうほんと世の中平和になると思ってたけど、だから親父とかと飯食いに行ってさ、小学生の頃だよ、お父さんとご飯食べに行ったらさ、お父さん焼き魚定食、お母さんなんかねえ焼き魚定食、俺唐揚げ定食で、え、唐揚げ定食お父さん食べないのは、世の中の唐揚げが減って俺が唐揚げ食べる分がなくなるから、お父さんは優しいから、お父さんは僕たち子供たちのために唐揚げを取っといてくれてるんだ、お父さんとお母さんってなんて素敵なんだろうと本気で思ってたんだよ。これマジでそう思わなかった？俺マジで思ってたよ。お父さん唐揚げ食べないの。だから親父に言ったの、俺もう涙出そうだよ。お父さんって唐揚げ僕の1個食べるって言ったら、わあ若いんだからお前食えっていう、お前食えよって。すげえかっこいいと思ったけど、すげえ親父、男ってこういうことなんだと思ったけど、ただ焼き魚食いたいだけなんだよな、30超えたらな。焼肉とか唐揚げとかもうダメになってきたんだよ。なんかサバの味噌煮とかさ、漬物とかさ、俺だってびっくりしたもん。伊豆に行ってさ、自分のお土産さ、わさびだよ、自分のお土産。絶対あるよね、絶対。だからうまくできてるんだよ世の中。唐揚げだけじゃ回らないんだよ。だから俺あとびっくりしたのが、うどんよりもそばに変わってきて、そばなんて何そばってって思ってたの。うどんでしょって思ってたの。歯ごたえ、喉越し、食べ応え、うどん一択だと思ってたら、もうだからその刺身とかさ、その魚とかがうまく、漬物とか野菜がうまくなってきて、でそしたらなんかね、あれってあれってなるんだよな、そばみたいな。
そばうまいよね。そばうまいよね。俺だから今そばだもん。そば。年取るって怖えよな。そば食うとは思わなかった。ほんと唐揚げだけ、唐揚げにマヨネーズかけて食べ、ずーっと食べ続けるもんだと思ってたもん。唐揚げにマヨネーズディップして食べてればもうずーっと平和だと思ってた。ずーっと。あれ何なんだろうな、味覚が狂ってるのか鋭敏になってるのか、なんでこんな食い物変わるんだろう、何なんだろうな、謎だよね。年取るって怖いよな、変わるよな。そうめんは別に、そうめんはないな。イボの糸うまいんだよな。でもな、そうめんまだ来てない、全然来てない。なんだろう、もっとおじいちゃんになったら何がうまいって思う。だから俺さ思うんだけどさ、なんだっけ、あのご飯のさ、お米じゃなくて麦飯めちゃめちゃうまくない？麦飯めちゃめちゃうまいよね。麦飯。麦飯本当にうまい。なんか、白米より全然うまいもん。揚げ物、揚げ物はあれ、もうね、俺ほんと九州行きたいんだよね。さつま揚げがマジでうまかった。もうこの世のものとは思えないぐらいうまかった。九州の人あれ毎日食ってるんだろう、ずるいよ。いや、九州のカメラ揚げじゃない、さつま揚げマジで食ってごらん。ピザ食ってんの？ばあちゃん。ロックだな。かっけえな。そんなばあちゃんいいね。めちゃめちゃかっこいいじゃん。俺、87歳でピザ食う自信ねえな。マックも大好きな、かっこいいね。え、甘いのがいいんじゃん。あ、俺もう、あれ、毎日食いたいもん。いいなぁ。なんか、さつま揚げ、東京のくっそまずいから、なんか、かまぼこみたいな味なんだよ。てか、かまぼこもまずいんだけど、なんか、通販とかでうまいさつま揚げないのかな？あれ、現地じゃないと食えないのかな？なんかねえかな？鹿児島のさつま揚げ、本当にうまかった。プラッと入った店だったけど、マジでびっくりしたもん。おにぎりとさつま揚げと。いや、めちゃくちゃうまいよ。揚げたてで。魚のすり身の甘みと、甘いんだよね。いいな、九州に住みてえな。やっぱあれかな？その血が入ってるのかな？国の食いも体に合うのかな、体に。どうなんだろう、体に合ってるのかな。静岡もなんか甘めだったな、おでんとか。おでんとか甘めだったね。いや、甘い系好きだね、俺。甘い系好き。麦飯はいいよ。麦飯は美味しいよ。たこ焼きって甘いか。たこ焼きの甘さはおたふくソースの甘さじゃないの。おたふくソースの。明け方が一番寒いな。明け方寒い。あー、缶コーヒー、ブラックだけどダメなのかな、やっぱり。缶コーヒー、ブラックでもダメかな。延長します。延長します。
ブラックも体に悪いのかな、どうなんだろう。俺甘ったるいさ、エメラルドマウンテンとか飲めないんだよね。マックス缶コーヒーとか甘すぎて、疲れた時にたまーに1ヶ月に1本飲むか飲まないかだけど、うん、ブラックダメなのかな、うん、麦飯いいんだ糖尿に。みりん飲んだことないね。配信時間決めてないっすね。全然決めてないっす僕。暇な時とかやりたくなったらやるって感じですね。不定期です。でも1日10時間ぐらいやってるから、フォローしたら、あ、いつもこいつやってるなって思ってたよ。うん、ブラック苦いか、ブラックの方が美味しいけどな。うん、ブラック美味しいよ。ブラックは、タリーズの缶コーヒー飲んでごらん、めちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいね。あ、でも水出しのアイスコーヒーが一番うまいけどね。水出しのアイスコーヒーが。じゃあ寒いからポケットに手入れてんだよ。タリーズの金ね、シルバーと金があるんだけど、これ金のやつが一番うまい。これ伊藤園の自販機で売ってるから、これ多分自販機限定なんだよね。金ね、金、ここの縁が金色、これが一番うまい。これもう1日3本ぐらい飲むもんな。長袖はここにあるよ。パーカーこれ1着しか持ってない。スタバなんかフラペチーノばっかり飲んじゃうね。コンビニに売ってるのは銀だね。金のいい豆の方は売ってないね。精神疾患、まあ、発達障害については少し詳しいかもしれない。発達障害ぐらいじゃないの、普通の人よりちょい詳しいぐらいで。なんで発達障害なんか困ってることあんの。フラペチーノ甘いよね。伊藤園は結構頑張ってると思う、外さないよね。あの梅よろしが好きだったな昔。梅よろし、なんか梅よろしっていう梅のジュースがあるんだけど、あれ子供の頃からあれうまいよね。梅よろし本当に梅の味がするんだよね。多分伊藤園素材にこだわってる会社だなと思うもん。伊藤園すげえ頑張ってる。あるよね梅よろし。おはよう。あー、うつ病だな多分な。それうつ病の初期症状っていうか、あ、初期症状のもっと重度化してるか。もううつ確定だね。うつ確定。あのピンポンとか玄関の足音とかが怖くなったりとか、あの被害妄想が出てきたらもう完全にうつ病。エアコンつけてるよ。じゃあこのパーカーしか持ってないんだ。うつ病です、うつ病確定です、残念ながら。外出困難、家からの家の物音とかに敏感になったら俺は、あ、うつが始まってるって思ってるね。あ、麦飯ってビタミンが入ってんだ。なんであれ国民食にならなかったんだろうね。白米よりも麦飯の方が絶対美味しいと思うんだけどな。なんかあのなんだっけ、あそこ牛タンのお店行くと麦飯めっちゃうめえじゃんと思う。ああ、コーヒー送っていただけるとありがたいです。もう切れちゃいました。洗ってる洗ってる。
ああ、でもジーパンはそんなに洗わない。もう9ヶ月洗ってない。そろそろファーストウォッシュしないと。このジーパンは月に1回洗ってるジーパンだね。でも基本的にジーパン洗ったらダメだね。そうそう、ニギシ。え、伊藤園って創価学会なんだ。創価学会ってでも悪い会社なのかな？悪い宗教なのかな？なんか俺、創価学会が別に悪いって思わないんだよね。実害がないっていうか。たまたまかもしんないけど。豆いってたね、昔。豆いってたよ、昔は。めんどくさいから缶コーヒーが楽なんだよね。臭いかな。でも臭いぐらいがかっこよくない？臭いぐらいがモテるんだよ。いや、普通にね、型が崩れるっていうのと色が落ちるのが嫌なんだよね。まあ缶コーヒー高いよね。発達障害はどんな症状があるの？発達障害はね、なんて言うんだろう。IQ って呼ばれてるものってあるじゃん。知能指数って言うんだけど。で、あれ、医学的にちゃんとやる知能指数テストって、言語性 IQ と動作性 IQ っていう2つの IQ に分けて、で、それぞれ7項目ずつあるのね。積み木とか配列とか言語処理とか、いろんなものがあるんだけど。その IQ がバラバラに出ることを発達障害って言いますね。だから、どんな症状があるかは、どんなグラフの出方によるか変わる。だから、得意な部分と不得意な部分が、そのグラフが差が激しい人のことを発達障害っていう。140円だね。黒猫も堺もそうかなんだ。だからどんな症状っていうのは、だからまあなんかコミュニケーション障害持ってる人もいれば、読解能力が低い人もいれば、動き回っちゃう人もいれば。いや、違う。おはよう。治せないね。発達障害は治る病気じゃない。脳の血管だから。治らないね。対処するって感じ。治るんじゃなくて対応させるって感じかな。要は無理くり、補うっていう感じ。自分ができないところを、こう客観視していって補っていくの。いや、大事な話は何系？いや、まあだから悩んでたことと、まあカミングアウトをしようかなと思って。トム・ソーヤ池上は発達障害ですよね。知的障害じゃないの、多分。トム池さんは軽い知的障害かな。調教したらいいみたいな。調教、例えば俺の場合だと、カードを作りなさいって。嫌いな人とか喋りたくない人がいたら、カードをこうやって出しなさいっていうふうに教わった。あなたと喋りたくありませんって書くの。で、こうやってやるの。喋りたくない人とトラブルになるからカードを出せばいいじゃん。あなたとは喋りませんっていうカードを作らされたから。そしたらトラブルにならないじゃん。2時までは放送しないかな。学習障害か。
LG だっけ LD だっけ、レッドカード的な、いや、要はあのトラブルを先に対処できる、心療内科で調べるね、発達障害は。川崎洋平くんだね、リスナーに家買ってもらって静岡に住んでるのは。仕事で見れないか、残念だな。知的障害と発達障害どう違うのか。知的障害っていうのはもともと知能指数が低いか高いかなのね。だから、知能指数が75を下回ると、要は、知的障害、85か、ごめん、75か85を下回ると国が認定する知的障害者になるので、精神障害っていう、あの発達障害は精神障害の区分なんだけど、精神障害っていうのは IQ が高くても発症する病気だね。うつ病とか統合失調症とか発達障害とか、だからどちらかっていうとね、脳みそが機能、脳みそが足りてるのか足りてないのかっていう部分が知的障害で、発達障害っていうのは心の問題だと思えばいい。コーヒーと一緒に何を送ればいいですか。ああ、全然もう、あの、何でもいただきます。なんかあの欲しいものリストの中でなんかこれ欲しいでしょうっていうのを選んでいただければ、全部欲しいです。そうそう、注意欠陥多動性障害 ADHD とかね。はい、おはよう。何か疾患抱えながら頑張って生きてるんですか。僕は ADHD とアスペルガー症候群の併発してる感じですね。知的は医者による判断の基準は WACE3 っていう、テストは IQ テストで判断するはず。 WACE3 が一般的かな。七原くんは ADHD 発達障害だね。もう典型的な発達障害、ザ発達障害だね。まあ、七原くん見てたらわかるよ。あれさ、あの配信で見てたら面白いけど、実際職場にいたら迷惑でしょ。ドレさんは糖質だね。診断されてんのは統合失調症。統合失調症っていうのは現実と妄想の区別がつかなくなっていくっていう病気。愛子さんなんだろう、発達障害っぽいよね。アスペルガー症候群っぽいかな、俺が見るところ。診断されたら薬続けなきゃいけない、それは本人によるでしょ。まあまあ配信者っていうか有名になりやすいよね、やっぱ精神疾患持ってる人は。みどりさんはアスペルガー症候群、有名になる人だから面白い行動をするからでしょ、一般人から見て。だから変な喋りとか変な行動をする方が受けやすいから、まともな人もいっぱいいるでしょ。心身喪失かな、意識なくなった状態。いやいや、あのエヴァンゲリオンのあの桂木美里さんがセカンドインパクトの後に起こった状態が心身喪失だね。俺も一回なったことある。だから愛子さんアスペだろうね。よっさんと金梅さんはアルコール中毒でしょ。精神疾患は持ってないと思うよ。あれはアルコール中毒だよ。お酒飲んでなかったら金梅さんもよっさんもいい人だよ。金梅さんコミュニケーション障害少し持ってるけど、いや愛子さん特殊なんじゃなくて、愛子さんが典型的な感じだよ。心療内科に行ったら愛子さんみたいな人いっぱいいるよ。最近境界性人格障害って言われた。あとね、統合失調症っていうのは後発的になる病気なの。要は何かが原因となる疾患、要はトラブルのせいで脳がストレスで追い詰められて統合失調症、要は妄想と現実の区別がつかなくなるのね。
で、境界性人格障害っていうのは簡単に言うと昔で言われてる二重人格ってやつ。要は急に人格が表現するように見えるの。周りからすると人格ジキルとハイドンみたいな状態。要はそれで境界性人格障害二重人格ってことね。何個か人格を持ってんの。本人が自覚ないけど。で、それが併発して統合失調症になってる。で、統合失調症は治りやすい。誰でも治る病気だから。だけど境界性人格障害の方は分かんないな。ちょっとあんま詳しくない。健常者って少ないっていうかね、大体精神疾患は40人に1人が障害者手帳を持ってるぐらいの。クラスメイトに1人ぐらい障害者手帳を持ってるっていうのが今の日本の数字かな。おはよう。愛子さん、俺アスペルガー症候群だと思うけど。どこで勉強した？本読んだかな？あと医者に聞いた。あ、そうか、ごめん。乖離性だ。ごめんなさい。境界性人格障害は躁うつ病になるのか。ごめん、間違えたわ。そうだ。この人が言ってるのが正しい。境界性は違うわ。どこだ？乖離性人格障害だ。ごめん、間違えた。境界性は躁うつ病か？ごめん、間違えた。乖離性と躁鬱は全く別なんだ。境界性人格障害ってじゃあどういう症状なの？どういう症状だ？ごめん、間違えたわ。あ、双極だ。そうだ、ありがとう。躁鬱病は双極だ。身体障害者はまた別だよ。精神疾患とは全く関係がない。双極は双極で、この中でも1型と2型がある。あ、じゃあ全然わかんねえな。俺はだから ADHD とアスペルガー症候群。40人に1人が障害、精神障害だよ。障害者としての振る舞うのはどれくらい？どういうこと？障害者手帳を持って、精神障害者手帳を持ってるのが40人に1人。振る舞うの意味が分かんない。ああ、自己愛性あるってよく言われてるよね。でも一応診断名では自己愛性人格障害にはなってないけど。どういう症状が出るのですか？何を言ってるのか、文脈、主語がなかったりすると理解できないっていうのが俺の特徴かな。よく言われるね。昔から言われるね、自己愛性人格障害って。はい、おはよう。セカンドオピニオン行ったよ。セカンドオピニオンが東京大学だった。そう、うつが強いけどね。そう状態もあるね。治そうと思うっていうか、治らない。そもそも治るっていう概念の問題じゃないから、発達障害は。治せるなら治したいかな。だから病的なナルシストっていうのはまさに自己愛性人格障害なんでしょう。まあまあ自覚あるかないかって、俺だって27歳まで健常者だと思ってたもんね。27歳で病名出るまで、ああ自分が障害持ってるなんて思わなかったよ。お薬もらえるんじゃなくて検査をした感じかな。セカンドオピニオン制度だから。糖質は治るでしょう。
俺治ったもん。発症リスクが高くなるだけでしょ。うつ病ってだって俺ニコ生の頃なんか救急車に2回運ばれてるからね俺。薬飲んでない。薬怖いもん、ろれつが回んなくなるから。精神薬飲んだら俺もやばいと思ってる。あ、顔がおかしいのは精神障害多いっていうのは、だってそりゃそうでしょ。だって遺伝的にさ、生物学的に顔が整ってる、要は左右バランスが整ってるっていうのは、IQ が高いって出てるんだから、顔のバランスが崩れるっていうのは、だって、生物学的に異端なんだから、そりゃそうでしょ。1日の睡眠時間、だいたい平均12時間から15時間ぐらい。この前40時間寝た。OD じゃないね。なんだ、パニック障害で、冷や汗が出て、過呼吸になって倒れた。40時間。こんにちは。通院、いや、もういいやと思って、障害者手帳も返還して病院行ってないね。人間の体面白いよね。おはよう。おはよう。変換できるっつうか、更新しなきゃいいだけだよ。障害者手帳は。メリットを受けるから2年に1回更新をするんだよ。いや、寝すぎも良くないぞって起きれないんだよね。あのね、その精神論で心の逃げ道とか気合で治るって言ってる人はバカだと思う。もう現代医学で、もう世界中の先進国がうつ病っつって自殺までしてるのに、心でなんとかなるって言ってる人は、俺は普通に頭の弱い人だと思ってる。例えば、なんだろうな、癌は気合で治るって言ってるのと一緒ぐらいやばい人だと思ってるね。そう、脳のシナプスの問題だから。ろれつが回んなくなるのが怖いっていうのと、時間がもったいないっていう感じだね。いや、そりゃそうでしょ。どのタイミングで分かった？うつ病の人が知り合いになって、うつ病の人をちょっと仲良くなったから小バカにしてたの。ちょっといじったら、そのうつ病の人が怒鳴って、ドムドムバーガーで、お前の方が障害者だよって言って、机ドーンってやって立ち上がったの。で、一回病院行ってみようかなと思って。そしたら、病気だったっていう話だね。糖質を怠け病っていう、いや、逆でしょう。統合失調症の人って思い込んだり悩んだりして脳がバグる病気だから、真面目な人が多いと思うね。真面目だったり繊細な人がすごく多いね。言い合いになった？いや、言い合いになったっていうか、なんでうつ病になるんすか？みたいなこと聞いてて。で、なんか、まあ、いつも通りのアスペが発動して、
いや、なんか落ち込むって、なんで死にたくなるんですかとか言ってたら、なんかその人怒っちゃったんだよ。まあ一回行ってみようかなっつって。まあでも行ってよかったなとは思ってるけど、まあ自分のことがよく分かったっていうか、ブロックは全然していいよ。なんでリスナーさんは自由にやりなよ、ブロック。頭の IQ は関係ないよ、アスペルガー症候群は。頭がいい悪いは関係ない、全く関係ないですね。自閉症スペクトラム障害って言って、 IQ の区分で自閉症的傾向があるかどうかっていうのが自閉症スペクトラムの定義だから。昔アスペルガー症候群って呼ばれてた病気、今自閉症スペクトラムっていうのが正式名称の。で、 IQ が高くて、 IQ が高いっつうか、 IQ が普通から120ぐらいの人で、自閉的傾向が強い人のことを旧アスペルガー症候群って呼んでるのね。だから IQ の良し悪し、要は勉強ができるとか仕事ができるとかいう IQ の問題とは全く関係ない、発達障害は。難しい言葉じゃないよ、全然。普通にネットに検索したアスペルガー症候群で出てくる、自閉症スペクトラム障害って。だから昔の自閉、アスペルガー症候群っていう病名は今日本に、日本の医学ではないんだよ。昔の名前ね。検索したら出てくるよ、こういうふうに。これは分かりづらいかな。これが多分分かりやすい。アスペルガー症候群っていうのは高機能自閉症っていうのね。で、自閉度は高いけれども IQ が高い区分にあるでしょ。で、知的障害者の自閉、非自閉症っていうのはここ70以下か。知的障害者自閉、カナー症候群っていうのはこことか全部あるの。これが自閉症スペクトラム。で、健常者はここ。いろいろあるよ。で、こういうふうに分かりやすいのか。見てみるといいよ。広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、知的障害。なんや、犯罪はしちゃダメだよ。やめた方がいいよ。人生だ、台無しになるよ。やめな。ブロックしても米ぶち破って見える。ブロックができてないんだね。71号のアイテム嵐どうにかしてください。どうすればいいですか？ 71 号のアイテム嵐って何だろう？え？あ、これブロックすればいいの？ブロックするか。71号ブロックです。ブロックします。
ブロックしますよ。71号さん、気をつけてください。リスナーさんから注意が出てますんで、次ブロックだよ。わかった ?71 号さん、気をつけてください。OK。71号さん、わかった?わかった ?71 号さん、もうやんない?はい。次ブロックね。はい。注意しちゃうんだよ、僕。OK ですか?OK ですか、うん、いやだって言ってもわかんないじゃん、うん、ニンニなの、うん、知らないよ、ニンニなの。はい、71号さん、あ、しつこいとブロックしますよ。気をつけて、気をつけてね。はい、うん、いやまあブロックされたら見れなくなるだけだからね。嵐はブロックだよ、嵐はブロック。いやだからリスナーさんがこいつブロックしてって言ったら、警告してって言ったらちゃんと警告するよ。あ、延長代ありがとう。4号さんありがとう、うん、サンキュー。4号さんありがとうね。お、了解。荒らしてませんよじゃないんだよ。ブロックされたいの?注意してって言われてるんだから、他のリスナーさんに。会話が乱れるって言われてんだから。花火の荒らしは大歓迎だよ。もうずっと花火ありがとうって言うよ。何時間でも。もう花火ありがとうしか言わない配信が俺の理想だもん。4時間ずっと、アイラの枠だよね。アイラの枠。おい、花火ありがとう。何々、花火ありがとう。花火ありがとう、バカありがとう。はい、おはよう、ケビー。はい、まだ花火ありがとう。ファンタスティックありがとう。花火ありがとう。って4時間言いたいよ、俺も。あいつの枠いいよな。すげえ楽。どんどん声高くなってくの。後半だから、もう、4時間後、最初さ、何々、花火ありがとう。花火ありがとう。って花火ありがとうってどんどん声高くなってくんだよね、アイラって。後半見ると面白いんだよね。すげえなぁと思って。声高くなるんだぁと思って。いや、本当だよ、うん。本当に声どんどん高くなるよ。うん、似てるでしょ?のんちゃん、アイラさんも大好きだから。うん、おい、64号、花火ありがとう。ありがとう、特命さん、花火ありがとう。ありがとう。ありがとう、花火。64号、花火ありがとう。不夜城だよ。もうずっと、だって花火ありがとうの言い方いっぱい揃えておきゃ成り立つ放送なんだもん、あれ。ずるいよね。あと、不夜城流しておきゃいいんだ。ビジュアル系の音楽、ズッチ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 って言いながら、花火ありがとうって。あと、そう、花火上がんなくなったら KP って言って酒飲みはいいんだから。それで、ね、月収2000万だよ。めちゃくちゃだよ、ほんとに。うん。羨ましいよな。あれ、完成形だからね。完成形、配信者。で、あと、たまに閲覧が少なくなってきて、あの、金梅さんに売名する、電話かければいい。金梅さんに電話かければなんとかなる。配信者としての自尊心は守られるんで。優しいからな、アイラはな。うん。そうそう。あとは適当になんか、花火いっぱいくれる人にティファニーとかカルティエとか送ってればいい。なんか、噂によると、50万円分花火貢いだ人には、ティファニーが届くんだよ。で、100万以上にはカルティエが届くんだよね。アイラ、アイラ、アイラからだよって。いつも花火ありがとね。お揃いだぞって。お揃いだぞって。で、カルティエの裏に、アイラって書いてある。彫ってあるの。噂だよ。噂。俺も欲しいな。アイラのカルティエ。そう、アイラのカルティエは経費で落ちるから。そう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 、うん、
住所知られたくない。え、でもアイラ様からカルティエ届いたら貢ぎたくなるでしょ。うん、アイラ様から。俺が女だったらアイラ様のカルティエを一生もう大事にするもん。どうやって DM 送るの、うん、俺に。俺 DM 全然受け付けてるよ。アイラ面白いよ普通に。あいつ喋れるよ。キャラクターであのなんだろう、受けるからあっち側に行ってるだけで、喋り全然普通にいけるよ。全然全然喋れるよあいつ。隠してるだけで全然いける、全然いける。どうなんだろうね、投げる人。アイラに投げる人にインタビューしたいよね。アイラで多分2時間の映画撮れるでしょ。密着ドキュメントね、できるよね。へえ、住所教えなくてもプレゼント届くんだ。全然喋れるよアイラ、普通に喋れるよ。あれはノーアルタか爪を隠すだよ。全然喋れるよ。まあ喋れなかったらあそこまでいかないよ。バカのふりしてんでしょ。いや、ちいちゃんは本当にいい囲い、マジで羨ましい。あのね、要は花火投げてるマウンティングとかしないもん。さっと投げてくもんね。あそこのちいちゃんは本当にね、かっこいい。なんかスマートに投げてく。うん。あのちいちゃんは本当にね、いいリスナーだと思う。囲いの、結構俺塾長とかよりもちいちゃんの方がいいと思うもん。あと誰だろう、いいなって思う花火師。うん、いや俺ちいちゃん結構いい花火師だと思うよ。なんだろう、ちゃんと投げるタイミング考えてると思う。うん、ちいちゃんからもらう、下心見えてたの。嘘でしょ、嘘でしょ。ちいちゃんからワンチャンないの、ないの。俺アイラと俺同系統だと思ったから、塾長はないなって思ったけど、ちいちゃんならワンチャンあると思って今すり寄ったんだけど、バレた、下心ダメ、もらえないの。じゃあいいや。じゃあ無理、ブサイクすぎる。わかった、出ちゃったか。そっか、顔も髪も違う。髪は言わないで。あ、そう、じゃあいいや、うん、知らん知らん。口座に直接支援はトラブルの元、絶対良くない。もう配信長くやってると経験してるもん、絶対トラブル。ダメダメ、ある一定の距離感があった方が絶対いいよ、うん、花火車はまあ税金対策っていう部分もあるん、どうなんだろう。花火って税金で落ちんのかな、経費で落ちなくね、無理があるだろう。税金対策か、普通に金持ってるだけでしょ。うん、うん、アイラから花火をもらう枠取って投げるのか。え、何、日本語がわかんない。アイラから花火をもらう枠取って投げるのか、アイラから花火をもらう枠取って投げるのかってわかります。65さん、いきなりアイラから花火をもらって枠取るのか、わざわざわざわよ、アイラから花火をもらう枠取って投げるのか、投げるんだろなあ、アイラから花火をもらう枠を取って投げるのかって。わかんねえよ、どういうことだよ。いや、だってわかんないもん。わかるように書いてよ、うん、ロハコさんの真似じゃないよ。それ一番失礼でしょ、うん、古いよね。これでも結構使えるんだよね。あ、でもアンチ増えるんだよねこれ、うん、はい、すいませんすいません、はい、うん、のちゃんぴんの枠、てるちゃんぴんの枠見てない。うん、うん、ロハコよぎったんだ。ロハコさんはもっとなんかね、ねっとり喋るんだよ。ワドちゃん、僕はナンバーツーです。あー、いいな、久々にロハコさんの真似やったな。なんか涙出てきたマジで。ロハコさん、ロハコさん、ワドちゃん、僕はナンバー2です。暗黒ナンバー2。みどりさんが認めてるのは僕だけなんですね。野田よりも僕の方が大好きなんです、みどりさんは。つって。懐かしいよね。
いやだってロハコさん付き合い長いもん。懐かしいよ。ボコボコにされてるヤクザに。あ、そう。ロハコさん本当に亡くなっちゃったよ。寂しいよな。いや衝撃だったよ、ロハコさん初登場暗黒放送ね。もうみどりさんがこすり倒したもんね。いやそれくらい面白かった。ねえちゃんまんもね、あーなんかちゃんまんのことを思い出すと泣けてくるな。三社祭りな、すげえよくしてくれた。いやなんだかんだ言ってちゃんまんいい人だったよ。すげえいい人だった。まあちょっと不器用な部分あったけど、恥ずかしがり屋だったんだよ本当に。まさかな急だったよな。いやでも俺あの世に行ったらちゃんまんに挨拶するよ。あなたのおかげで俺配信者にやったんですよって。ちゃんまんがいなかったら配信できなかったっすって。昨日死んだよちゃんまん。ありがとう、アイラには内緒で。ありがとう、ちーちゃん。アイラには内緒で。花火ありがとう、グレート花火ありがとう。ありがとう。ちーちゃんかどうかわかんないけど。生きてるの？早く死ねばいいのにな、朝の。ちーちゃんありがとう。内緒だよ、みんな。ちーちゃんに、ここで投げてんの内緒だよ。アイラ嫉妬深いから。佐野死んだ死んだ。 そうそう、特定のリスナーの名前を出すな、すいません。はい、申し訳ないです。まあいいじゃん、ここなんて別にメインストリームじゃねえんだからさ。メインストリームじゃないんだから。ちょっと、また俺、何、アイラと揉める感じになんの？いや、丸くなるよ、年だもん。もうさすがに20代の若手が頑張ってんだからさ、20代にガツガツさせればもう30だぜ。だって、ネルさんだってさ、みどりさんだって丸くなってるじゃん。政治家だよ。まさか俺、政治家になるなんて思わなかったよ。そうだね。いやいや、よくないよ、そういうのは。ちいちゃんじゃないよ。あれだよ。あれ。配信は？何？揉めてなんぼ？いやいや、もう時代変わったよ。時代変わった。昔はさ、揉めたらさ、湧いたじゃん。だけど、今なんでディス文化がなくなったかっていうと、花火師がいるからなんだよ。要はね、昔だったらプロレスが面白かったの。俺とワンワンがディスり合って、バンにしてて。あれ面白かったじゃん。俺と川崎洋平がディスり合ってとか、俺と佐野っちがディスり合ってってできたけど、プロレスが。今、例えば俺が特定の誰かをディスるとするんじゃん。冗談なんだよ。本当は好きなんだよ。でも、見てるんだよ。でも、ディスすると、ね、川崎洋平こうだよって言ったら、洋平くんの囲いが連絡来るわけじゃん。和道さん、そんな人だったんですか？和道さんに私、アイテム投げてたんですけど、なんで川崎洋平くんの悪口言うんですか？そんな人だと思いませんでした。どんな人だと思ってたんだよ、バカ野郎。ネタもできねえよ、マジで。そう思わない？もう、マジで、そういうのが来るんだって。だから、配信者同士プロレスができなくなる。本当に来るんだよ、長文で。すいません、私和道さんのこと3年間見てたんですけど、最初の頃ロハコさんとの出会いから見ててすごくいい人だなって思ったんです。私のりこさんとの絡みを見て、和道さん誤解されてるんだけど、のんちゃんに対してすごく優しいなって思ってたんですけれども、昨日の配信を見てすごくがっかりしました。私もうロムってましたけど、見るのやめます、応援するのやめます、さようなら。もう本当に来るからね、晒したいぐらいだよ、マジで。もう見ません。見なきゃいいじゃん。見なきゃいいじゃん。で、スルーするじゃん。そしたら、
次枠取るじゃん。枠取ったらピコン、ラインってなって、ラインが来たら、和藤さんなんで私の分スルーするんですか、リスナーに対してはそういう態度なんですね。和藤さんって、だからファンができないんですよ。お前見てるじゃねえか、見てるじゃねえか、見てるじゃねえかよ。見てるじゃねえかよ。思いっきり見てるじゃねえかよ。恐ろしいよ、本当に。恐ろしいよ。で、どんな人なんだろうって LINE が届くから、LINE のアイコンポチって押したら、パルパルリスナーなんだよ。なんだそれ！俺の放送見てねえじゃないか。パルパル超面白いとか書いてあるの。なんだそれ！お前パルパルのリスナーじゃねえかっつって。そんなんばっかりだよ、本当に。恐ろしい、恐ろしい。もう何にも喋れないよ。何にも喋れない。時代だよ、時代。いや、プロレスやりたいよ。バーリトゥードばっかりだもん。もう本当ガチのやつしか認められないんだから。意外とね、パルパルリスナーは盲信的だよね。パルのリスナーは熱狂的。ダメだ、特定の名前出したらダメだよ。やりづらいよ。やめとけよ、お前。必死になって、お前。アンコローがどうのか、もうやめろって、本当に。お前、本当にね、ダメだって。本当にダメだよ。もうロムって見てるんだから、本当に見てないふりして見ててメール来るけど、もうやめろよマジで。本当にうまくやってただろうがよ、お前。特定の名前出したらダメだよ。もう花火投げません、ケアが大変なんだよ。いや違うんだよって。いや違うんだよって。もう、本当に、お前らさ、何がしたいんだよ。花火師を減らすなよ、もう。ロムってるんだよ。フォロー外してはフォローし、フォロー外してはフォローしのアンコロですよ。フォロー外してはつけ、外してはつけ。気になってしょうがないんだよ、アンコロは俺のこと。いや、メールは来ないけど。アンコロはちょっと頭おかしいよ、ね。もうやめよう、アンコロの話はやめよう。うるせえよ。いや、アンコロは、アンコロ、じゃもう知らないからお前ら責任取れよ、じゃあ。アンコロをいじり倒すけれども、アンコロが今後一生投げる分の花火みんなで補填するか？アンコロ確実にいなくなるトークするぞ。アンコロがいなくなるトークするぞー！いいか？アンコロは投げるぞ。たまに投げてくれるのにいいのか？アンコロいなくなるんだぞ。いいのか？ロックオンするぞ。ニコ生、いいぞ。全方位だぞ、お前ら。いや、アンコロはそういうタイプのリスナーじゃないの。アンコロはそう、投げろよ、本当に。投げろよ。お前ら信じるからな。アンコロの分投げろよ。投げてくれよ。頼むぞ。アンコロは結構投げるんだぞ。ただ今日この日アンコロはもう本当いなくなるからね。いいぞ。行くぞ。ね、アンコロは、なんでいなくなったのかっていう話をすると、アンコロは結構、こうパルパルリスナーだから、そういう毒付きキャラが好きなのよ結構。でさっきみたいな感じのトーンじゃないんだけど、一回アンコロのサムネをブスいじりをしちゃったことがあるの。俺よくやるのよ。本当のブスの人にはブスって言えないじゃん。でサムネ綺麗系じゃん。で、あこいつあれだよ、本当はブスだよっていう、ちょっともうなんつうの、かわいいかわいいトークをしたわけよ。客いじりですよ、いわば。もうその日からもうフォロー外れて、何なのみたいな。私がブスはみたいな。私がブスって、私花火投げてるわよみたいな。そんなアンコロは、いや、ブスって言ったらダメだから、覚えとけよ、お前ら。アンコロがフォローしてる配信者覚えとけ。アンコロは綺麗だねって言わないとダメだよ。そう。そう。わかった？ああ、また一人花火師いなくなっちゃったよ。本当に。いや、違うの。本当にブスではないのよ。
ブスではないから、違う、お前ら湾曲すんなよ。アンコールブスじゃないから、ブスいじりをしたらもう、それはもう、何よ、ワード。こんだけやってきたのに、みたいな、もう、それはもう、何なんみたいな。私、そんなブスブスなんて言われたことないわよ。だから、デヴィ夫人と同じジャンルね。デビースカルノと同じジャンルだから、いやアンコロブスじゃないよ。まあやめましょう。いや画像見よう全然ブスじゃないよ。いやダメだね。だから本当にプロレスリスナーさんともプロレスできなくなったの。のんちゃんなんか何回ブスって言われたか分かんないよね。全然いじるよね。ありがとう花火ありがとう。匿名さんありがとうございます。いやアンコロはいいリスナーだよ本当にね。アイラはねブスにはブス言わないってね。何回こするんだよって。まあいいじゃんたまには。攻めの和道でいこうよ。攻めの和道で攻めでいこう。そう、いや美意識高いからさ。だからそうね、昔はだから距離感があったのよ。配信者とリスナーに距離感があったからちょっとこうコミュニケーション取っても喜んでくれたの。だけどふわっちのリスナーって友達の感覚なんだよ。親友マブダチ、もう和気あいあい、名だそうそうだよ。わかる？それだからもうすごい思いが強いの。もう兄弟みたいな、ブラザーみたいなノリだから、ちょっとそのなんつうのツンツンっていじるともう何やめてよやめてってなるから、もう俺はね本当ね時代に転換、これに合わせられてないの。本当ついていけてないの。リスナーの心変わりが半端じゃないから、なんかもうなんかね終わりだよね。もう俺はもう時代に取り残されたよね本当に。時代に取り残された、ヒカルくんふわっちバンになったの？なんで？なんで？全然わかんないんだけど。ニコ生のイヤヨの感覚はダメ、無理。ニコ生のイヤヨっていうか、だからキツネの要はね、あの掛け合い、何私のことネタにしてもうダメでしょのノリじゃないの。今、あれ私のことでしょ？ワド、さっき話してたの私のことをそんな風に思ってたの？何月何日の何分から放送されてたタイムシフト見て雑談たぬきも見たんだけど、ワド、あれ私のことでしょ？なんでそういう風なことを言うの？そんな人だと思わなかったって、このトーンなの。本当にこの熱量なの。おい嘘だろってなるわけ。配信だよ配信、マジで言ってんのか、おいって、何も話せねえよって。ワド嘘って言ってよ、謝るんなら今よ、もう終わりみたいな、もうトレンディードラマなんだよ。もう分からん、もう何もできん。お前らと喋ることは何もない、喋れないんだよ。思いが強い、思いが半端じゃない。いやもう本当にそのノリだよ。なかなかそのノリだよ。なかなかそのノリだから、なんかねその古き良きネット文化みたいなものはもう失われたんじゃないかななんて思ってる。主婦層っていうかね、なんだろうな、あのね厄介なのがニコ生って2チャンネルのリスナーの系譜だから2ちゃんのノリなのよ。でツイキャスはアンチニコ生で若い人のコミュニティだったので、ニコ生が嫌な人が離れたの、そのディスコミュニケーションみたいな。でふわっちはツイキャスでもニコ生も両方とも知らない新しい文化圏なの。だからなんつうのかな、なんかなんて言えばいいんだろうな、
ジャニーズジュニアが台頭してた頃に現れたエグザイルのファンみたいな。うん、違うな。例えが変、下手になってるな。例え下手だな。びっくりした今。俺も分かんなかったもん。とにかくなんかね、ニコ生でもツイキャスでもない文化圏だから、そう、噛み合わない時がね結構ある、ね、うん。いや、ニコ生からなのはヨッサンとかワンワンとか、あの辺がバッてコトカとか来たタイミングで流れてきただろお前ら。そう、言いたいことは分かるでしょ。もともとふわっち原住民はそうじゃなかったんだよ。だからすげえやりやすかった。だけど今もうニコ生とツイキャスとふわっちの原住民が入り混じってるから、もうワンもうカオスだよね。カオス、うん、半年1年未満前、8ヶ月ぐらい前だよね。うん、例えは違うけど言いたいことは多分伝わるよね。だからどこのやり口、要はニコ生のスタイルでやっていいのか、ふわっちに受けるスタイルはニコ生民が嫌いだし、ニコ生寄りのトークにすると、要は怖いっていうと、ふわっちのリスナーが、こんなのやだって本当になるのね。花火投げたのにってなるから、もうプルプルしながら携帯電話持って、もう、なんで私こんなことしちゃったんだろう、ってもうすごいことになるから、私何やってんだろうみたいな。もうどのパンチだよみたいな。もう俺引き出しねえよみたいなさ。そうこんな感じですね。そうだからちょっと、なんだろう、どの路線で行くのかっていうのは定まってない感じだよね。ネタにもできない。体調まあ今日はいいですね。体調今日はいいですね。だから難しいよなちょっとな。いや、キャスの方が成立はしてると思うよ。キャスの文化って、キャスを見るときはこうみたいな、なんか ルールができてると思う。ふわっちゃんまだできてないんだよね。いや、それがね、花火があるから面白いっていうのは、これが複雑なところ。もう正直言って、俺ね、配信、よく、生活ができるようになって感謝してる。リスナーさんに感謝してるよ。プロとして、新しいジャンルを作ったのはふわっち間違いない。ただ、これね、言っちゃいけないことかもしんないけど、花火からつまらなくなったよな。もうこれ言うぞ、俺。攻めるぞー、攻めるぞー、今日は攻めるぞー。もう失うもんないから攻めよう。いいよ、もういいんだよ、俺。2時、今日の2時にもう全部ぶちまけてやろうと思ってるから、今日は喋るぞー。今日は言っちゃう。あのね、正直言う。あの、配信つまんなくなった。これはニコ生の人が言うの正解。配信つまんなくなったよな。やってる方も見る方も。花火がダメにしたんだよ。そう思わない？俺ね、正直ね、アイテムもらえるようになって、ちょっと変わっちゃったよ。ちょっと変わっちゃった。それあるよね。それあるよな。いや、ニコ生古臭いけど、なんかね、ルールが大幅に変わって、要はクラシックなスタイルが通用しなくなったんだよ。プロレスが通用しなくなったし、冗談も通用しなくなって、要はね、はっきり言う、みんないい子になってるの。配信者が。もういい子。要は花火師、要はね、配信者よりも花火師の方が力が強くなっちゃってるの。リスナーじゃないの。昔はリスナーと配信者、要はもう300って映画知ってますか？配信者が、その、大人数の、ね、兵力と戦うっていう構図がすごく面白かったの。生き様だったの。もう、ヘラる、自殺する、もう、なんかもう、火事が起こるとか、もう戦いだったのよ。この駆け引きのルールが、ここに、この、ね、もう、何百人、何千人対一人っていう構図が面白かったの。たまに味方になって敵軍攻めたりとか、こうなったりとか、そこにだよ。ある日突然、金持ちっていうジャンルが出てきたの。これ花火師だよ。もう俺らだってもうこんなんだよ、もう。
もうすっげえ、もうツン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 楽しんでたの。うわーっつってもう、わー神回だーとか言って、うわーツン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 って遊んでたのが、もう100万ボーンって。ルール変わっちゃったんだよ。うん、ルールが。うん、悲しいよな。悲しい、本当に。そう、金に群がる構図になっちゃったんだよ、結局。うん、いやいや、もうね、もう手遅れだよ。もう手遅れ。もう手遅れ。うん、もうこの出っていうのが懐かしいもんね。もう、このノリ待ってたよって。もうニコ生原住民が、出って言いたくても、出ってもう、生き生きしながら書いてんの、もう分かるもん、お前の顔。でって言ってんだよ、こいつ。書くところがないんだもん、でって。書きたかったんだろ、お前もな、とかね。お前もなって。だからもう、このノリがやりたくても、もうだって今この瞬間に193人集まってるうちの80人ぐらいが、あー怖いって言ってんだよ。奥さんが。イヤホンで聞きながら、あー和藤さんこういう人だったんだ。あーって言いながらフォロー外してんだよ、お前ら。フォローが減っていくんだよ。あれあれって、リスナーさん、あれって、あれあれフォロー外れてるってなるんだよ。あー寒いって言ってんだよ。いやもうやりづらいよ、本当に。何が正解とかないもん。定期ありがとう。定期ありがとう。うん。和道、私、今日仕事行きたくない。知らねえよ、バカ野郎。行くな、行くな。知らん。だからもう、この距離感なんだって。どこの誰だかわからないやつが仕事行きたくないかどうかなんて、ここにいる190人誰も興味ねえんだよ。今からご飯作るね、和道さん。あ、息子のお迎えの時間だわ。和道さん、洗濯物干してくる。行ってらっしゃい。仕事休もうかな。知らねえバカ、知らねえ、どこの誰だよ。どこの誰だよお前は。いや、どうすりゃいいの。洗濯物干してくるに対するベストアンサーは何。いや、なんて返せばいいんだよ。フォロワー100人減って構わねえよ、もう。こっちらばっかり仕事辞めてるわ。いいぞ145、いいぞ。酒持ってこい、のりこ。酒だ、酒を持ってこい。いいぞ145も。心がこう開いていく感じがするよね。焼け酒だな。そうだよな。いや、いいね。いや、パンチラインでしょ。リスナーの本音が。こっちとら仕事なんてやめとるわ。いやいや、もう本当はそういう場所だったんだから。いや、いいよ、いいよ。いいよ。うん。いや、だからね、どうしていったらいいのかなって本当思うよね。何が正解なのかわかんないよな。うん。何が正解かわからん。本当に。もうだから、もうなんかジャンルを分けてほしいもん。なんか、和歌とか、テルチャンピンとか、アイラとか、ネトプリとかと同じサイトでやりづらい。もうなんか、ゴミッチっていうサイト作って、ふわっちの運営さん。ゴミッチっていうサイト作ってくれたら、俺と佐野とドレと便所太郎とか、汚いの全部引っ越しするから。本当にゴミッチを作ってほしいの。もうツバニャンとかパルパルとか3倍目光るとか全部そっちに移動するから。金映えさんとか
もう詐欺っちでいいよ、鮫島さんも。もうね、ルールがもう複雑すぎるんだって。それさ、お前アイラとかネトプリとかあの辺とイベントを俺らやらせてどうなるんだよ。もうアイドルはアイドルの枠、ゴミはゴミ枠、ゴミ箱作れよ、いい加減に。俺らゴミ箱入るから。もともとゴミ箱だったんだよ、ふわっち。ゴミ箱が、ゴミが稼げるっつってね、すごい面白かった。スモーキーマウンテンだったんだから、本当に。ゴミが、うわーっつってさ、花火だーっつってさ、やってたらさ、アイドルが来ちゃったんだもん。そう、おかしくなるだろう、ルールが。アイドルでやってくのか、ゴミでやってくのか、決めてくれよ、運営さん、頼むから。いやーもうね、これね、ちょっとね、ブーム来てるけど、配信全体で。これね、どうなるかわからなくなってきた。そう、色恋ジャンルと雑談ジャンルが混在してるのはね、ちょっとやりづらいよ。そう、今まではね、そう、ゴミはニコ生にいたんだけど、でも俺らゴミが見つけたサイトだぞ、ふわっちは。そう、ゴミはよく燃えるとかふざけんな、お前。炎上か？うまいこと言ってんじゃねえよ。何お前らコメント生き生きしてんだ、お前。大喜利みたいになってきたじゃねえかよ。何楽しそうにしてんだよ。お前ら一円にもならねえんだからな。お前らよ。お前ら相手にしてもマジで、お前ら働けよ、お前ら。面白いコメント書くのもいいけどよ。お前らがちょっと金掴んでくれたら俺ら天下取れるんだぞ。お前らが1000円投げてくれたら本当に天下取れるぞ。面白い話題がある。あんなよ、イケメンでよ、声がいいとか、なんかあんなの、もう駆逐してやりてえよ、俺。あんなの配信じゃねえよ、本当に。そう思わねえか？あんなのよ、イケメンだとか言って、ブサイクばっかりじゃねえか、ふざけんじゃねえよ。お前、生で会ってみろよ、本当に。いや、頼むぜ、本当に。いや、佐野がアルバイトしてる時代だぞ。なあ。ああ、店任されてよ。ってアルバイトさせてんだぞお前ら。佐野殺しだよ本当に。俺もうね、ちゃんまんが日曜日アルバイト始めたのだけはね、ほんと心痛いもん。クビになったんだ。もう佐野ご本尊だからね、あれ。ご本尊巡礼しないといけないんだ、大阪に。佐野がバイトする時代だもんな。いやーもうね、ほんとね、俺らどうなるんだろうな。俺らどうなるんだろう。はい、ということでね、今日、本日14時、ちょっと大事なお話させていただきますので、皆さんもしよかったら、14時の放送遊びに来てください。はい。今までの、配信6年やってるんですけど、まあ、今までやってきたことと、まあ、悩んできたことと、これからの配信について、ちょっと本日14時、まあヒントくれって言われてたんで言いますけど、まあ映画のこととかちょっと考えがまとまったんで、ちょっと皆さんにお話しさせていただくんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。それじゃあ皆さんありがとうございます。面白かったです。お疲れ様です。バイバイ。